大学院メディアサイエンス専攻の中山です。皆さんは座っているときについ足を組んだり猫背になってしまうことはありませんか？体の一部に負荷がかかる姿勢は体の歪みや肩こり、頭痛を引き起こします。しかしパソコンで作業をしたり机に向かって勉強している最中に姿勢の変更を意識することは難しいですよね。現在、音や視覚情報でその人自身に意識的に姿勢を変えるよう促す研究は数多くされていますが、私はそうした時に物理的に姿勢を変更するよう促す椅子を開発しています。左側は椅子に座っている人のイメージです。右側は開発中の座面の変形により長時間の同一姿勢を解消する椅子の動きです。圧力センサーを座面に複数設置した椅子に座るだけでユーザーの体の偏りを計測します。座面の一部に長時間圧力が強くかかっているとその部分が昇降します。座っている人は椅子が持ち上がることでバランスを取ろうとして姿勢を正します。座面にかかる圧力の偏りを見つけ物理的に姿勢の変更を促すことで良い姿勢を習慣づけられると考えています。